島の復興支援活動もしています。福島のひまわりの種を全国で植えようという活動です。そのひまわりプロジェクトをもとに作った曲がスズのオリジナルソング3曲目となっています。3月、4月、5月になってからひまわりの種を植える時期になっています。今日は種を持ってきたので、この間種を持ってきたので、ぜひご協力してくれる方はよろしくお願いいたします。プランターでも植えるのでよろしくお願いします。そのひまわりプロジェクトをもとに作った曲がスズのオリジナルソング3曲目ひまわりとなっています。それでは聴いてください。どんな小さな種でもどこへだって笑顔咲かすよ。ひまわりのように高く最後の曲
は盛り上がる曲です。知っている人は一緒にウォーウォーしてくださいと言ったらあの曲だと思いませんか。わからない方もいるので説明します。本当はこの MC を言ったら今すぐキスミを歌うんですけど、なんと違うんですよ。なんとオリジナルソングの中でウォーウォーするところができました。イエーイ。僕なのでスミーなんだ、二人で越えて行こう。あってところまで一緒にやってくれると嬉しいです。それでは最後の曲聴いてください。